美しく枯れるっていう玉袋筋太郎さんの本を読んだんです。あ、玉さん、そう、あの本最近出た本でね。はい、美しく枯れる。はい、で私あの芸人さんとか全然詳しくないんですよ、はい、知識もないので、はい、でなんとなくこの美しく枯れるっていうタイトルを見てあ、きっともう人生の終盤を迎えた悟りに近づいた方が何か書いた本に違いないと思って、はい、うん、読み進めて、うん、最初のところで、はいはい、あれ年下だってことに気がついてえ、マジで年下年下なのね、すごいびっくりして、びっくりちょっと待ってっていう。いやいや、まああの、まあ、僕らはタマさんと呼んでるんですけど、はい、タマさん若いっすよ。そうは言っても若いっすよ、はい、仲良しさんなんですね。仲良しというかもう僕の師匠、はい、実際ね、はい、もうこの人がいなかったら僕世に出てないっていう、キャリアの一番最初のスタートにいた人なんです、はい、なるほど、はい、玉袋筋太郎さん、はいはい、なのですごくびっくりしてしまって。いやびっくりしますよね。でもね、タイトルがね、いや僕にとったら、うん、あ、そうなんですよ、あの、うん、タマさんってたけしさんのお弟子さんなんですよね、うん、で僕ら育ててもらったんですけど、タマさんには、うんうん、いわゆる社会的な師弟関係ではないんですけれども、うんうんうん、いわゆるたけしさんのお弟子さんって軍団って言われてる、まあ、体張る系の人たち多いイメージあると思うんですけど、うんうん、その中で一番年下なんですよ、タマさんが。ああ、うん、うんうん、ですごいネタもできるし、うん、大喜利とかもめちゃくちゃ面白いんですよ。もう本当に瞬発力がもう天才的で、うん、生まれてこの方この人以上の才能っていうのはあんま見たことがないぐらい、あ、すごい方なんですね。もうお笑いモンスターなんですよ、うんうん、かっこよすぎるし、うんうん、あの若いタマさんが美しく枯れるなんていう本をね、いや早いよって思いましたけど、例えば70とか80とかになって出すよりも下り坂入ってきたなっていう時に美しく枯れるっていう本を出したのがすごい良かった。なんか体力的に今タマさん、あ、やっぱ落ちてるって感じてるのかとか。なるほどね、そういうヒーローみたいな。ヒーローです、もうタマさんは。芸人さんが天才です、マジで。が美しく枯れるといやもうタイトルにびっくりしましたもん美しく枯れると。あ、なるほどね。で私もこうよくね存じ上げないままに読んでしまったけれども、はいはい、年下の方に枯れる言ってるっていうところで驚いてでまあ中を読んだらね、あ、そういうタイトルに至った理由も分かるなっていう、いろいろ自分のね人生を振り返ってこれからについて考えた、はい、なるほど美しく枯れる、そういう言葉が出てきたんだなっていうのは分かったんだけれども、まあびっくりしたわっていうそうだよね、うん、タイトルと中身のギャップがこれからきっといっぱいあるよ。では所長始めましょう。感情言語化研究所、感情の言語化について研究してみようではないかという探究ラジオ研究所所長、作詞家でシンガーソングライターの畑明です。その感情を言語化してみませんか。マスコットキャラクター、そして漫才師米粒社協の三木達夫です。この感情に名前ある、この感情なんて言ったらいいの、言語化以前の感覚を皆さんと一緒に言語化してみたいと思います。さあ所長、今日も感情言語化について探究進めてまいりましょう。はい、進めたいと思います。今日はちょっと所長のね、うん、言葉に対する感情について、うん、言葉に対する、はい、ちょっと語り合ってみたいと思いますけれども、はい、うん、ピなの、ピ、カレピとか、うん、スキピとか、うん、ピをつけるじゃない、うんうん、でこの流行って繰り返すものなのかなってふと思ったんですよ、うんうんうん、昔、はい、ちょっとリスナーはご存知ないかもしれないんですけど、うん、あのノリピー語って流行ったじゃないですか、うん、ありましたね、女優でね歌手の坂井紀子さんが使ってた言葉ですけど、うれぴーとか、うん、でうれぴーにマンモスをつけてマンモスうれぴーとか、うんうん、いただきマンモスとか、はいはい、で流行っていた当時私は全然ピンときてなかったので、うん、何を言っているのだろうみんなとかをちょっと思っていたのね、はい、怖いとか思って、はい、であの時あんなに流行ってたピー、うん、聞かなくなったなと思ったら
さりげなくまた復活してるんだなっていう驚きっていうか、なるほど、世代を超えてこれピーつけたくなるもんなのかなっていう不思議、うん、どうでしょう当時たっちゃんは、うん、売れピーとかそういう言葉についてどういう感情、畑さんと同じ感情でしたよねやっぱりね、困ったもんだみたいな、困ったな怖いっていう、怖いっていうねやめて本当にそういうので攻めてくる、うん、侵略するのやめてっていう、うん、すごいね、みんなが次々感染していくのが怖くって、まあ、感染力強いんだなそうですね、言葉感染力ありますからね、まあ私はね実際今も昔もピはつけない派なんですが、うん、でまあ知識としてね、はい、あるじゃないですか、はい、あスキピとか言ったりするんだな、はい、みたいな、うん、いや一体どういう感じでこう流行が繰り返しているんだろうっていう不思議、うん、まあちょっとだいぶ、うん、ノリピー語のピーとスキピカリピのピーは違うのかな、違いますけど、まあでも、うん、パピプペポはやっぱ愛されてますから、うん、すぐ使いたがるっていうのはあるでしょうね、でまあね違うっていうのもなんとなくわかるんだけど、うんうん、でもつまりはこの場合はね、彼氏が彼ピになった、うん、好きにピがついた、うん、であと嬉しいにピがついて、うん、嬉ピになった、うん、となると死はピになりやすいのかな、まあでも彼氏の死と嬉しいの死は全然違いますからね、うん、こうお口に出した時に口が気持ちいいのかなっていう意味じゃなくて、いややっぱ幼児語ってことですよ、パピプペパも、あもうハンダグオンが持つ魅力ね、そうそう魅力、うん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 、私の大好きな語尾にピがつく言葉があります、なんだろうちょっと待って考えさせてもらっていいですか、あ当てちゃう、ピがつく一番最後にピがつく言葉で、うん、私大好きな言葉がある、大好きな言葉、うん、最後にピってなくないあんまり、あのねすごい美しい言葉だから、わかんない、分かんない、降参しちゃう、うん、降参いくよ、うん、芋けんぴ、あー最高です、最高でしょ、芋けんぴ最高でしょ、そうなんだ、ね、カレピとかスキピとか言ってるやつさ、芋けんぴ、芋けんぴくれよ、芋けんぴです、芋けんぴだよ、芋けんぴ、芋けんぴかわいい、そうです ね今日はピについてでした、以上感情言語化研究所でした。新曲ディープブルードロップスはいよいよ今週土曜日配信開始です、うん、おめでとう土曜日いよいよ、はい、はい、MV もね公開する予定ですのでぜひぜひご覧くださいませ、 MV よろしく、はい、そして還元金でお便りお待ちしてます、感情に関すること何でも、感情にチクリと刺さったくだらない疑問、曲の感想、普通のお便りも歓迎です、お便りは各配信場所にあるメールフォームからどうぞ、SNS での感想はハッシュタグカタカナの還元経営で共有中、では皆さん次回も感情の言語化を研究しましょう、バイバーイ。